はい、フェンダー G デックジュニアというアンプを、買いました。23,000円で、ちっちゃなね、このぐらいの小さなアンプなんですけど、なかなか便利です。機構がですね、こんな感じになってまして、まあ普通のギターアンプ部分なのはこのゲインとボリュームとそれからトーンぐらいですかね。で、あとここでアンプのタイプを選べるようになってます。私は結構気に入ったスタイルが2つありました。で、もういろんな、マーシャルタイプだとかフェンダーのホットロッドみたいな音とか、古いマーシャルの、あ、マーシャルじゃない、フェンダーの音、それから、50年代のマーシャル、フェンダーの音、60年代のフェンダーの音みたいな感じのとか、あと、かなり歪むアンプのセッティングだとかね。で、あとこっちが、エフェクトのコントロールになって、まあ普通はリバーブだけだと思うんですけど、まあ、あのいろんなタイプのリバーブを選べるようになってたり、ディレイがあったり、コーラスがあったり、いろいろあります。で、下の方がですね、これがもうこのアンプの面白いところなんですけど、ここでキーを設定するようになってて、こっち側でこうリズムマシンが鳴るようになってるという、便利なものです。それで、それだけじゃなくてね、そのリズムマシンを鳴らすための音源をいわゆるキーボードやなくてこの MIDI でね、鳴らすこともできるというところですね。で、AUX のインがあったり、ヘッドホンアウトがあったり、自宅の練習用にはもうバッチリなんですけどね、ちょっと自宅の練習用にはもったいないぐらいね、結構いい音します。で、ちょっと弾いてみようかなと思います。はいはい、というわけでじゃあ早速アンプいじってみましょう。まずですね、このアンプの一番、いい感じのチューニングなんですけど、これ多分ね、デラックスリバーブみたいな音なんですよね。こんな感じでね、いい感じです。で、じゃあ次はマーシャルっぽい音、ちょっとこのアンプには見た目が合わないっていうのはありますけど、この音ですね、この感じね。でね、これも結構いいんだけど、多分ねブギーじゃないかなと思える音でございます。こんな感じね。で、なぜかフェンダーなのにホットロッドがあまり似てません。それで、ヘビーメタル用って書いてあるこれ何のアンプなんだろうね、分かんないけど、かなり歪みます。こんな感じですね。そして、これなぜかアコースティックギターのシミュレーターみたいなのがあって、こうやると結構ね、確かにアコースティックギターみたいなみたいな感じの音が出ます。それから、え、ここら辺が、あ、これはねジャズって音なんだけど、確かにそんな感じする。フェンダーのチャンプの音じゃないかなと思うんだけど、これハーフトーンがね結構綺麗、こんな感じですね。で、これがね非常に便利で、自分の音だと思う音だったんですけど、こんな感じで言うかな、もうまさに自分らしい音です。スーパーソニックっていうアンプかな、だとか、要はフェンダーのベースマンのスピーカーを使って、結構歪むフェンダーのヘッドで出したような音、みたいですね。こんな感じでございます。はい、それでは早速リズムマシン機能を使って遊びましょう。
で、とっても楽しいアンプでした。なんかね、2万3000円という値段からはちょっと想像もつかない面白さで、結構おすすめのアンプだなと思います。はい、でした。